全国皆さんこんにちは。フレックスアイス南大阪店採用社員の藤井です。よろしくお願いします。はい、今日ご紹介していこう車はこちら、新車アイエスバンダークプライム2、ディーゼル四駆ですね。お色の方はパールホワイトになります。早速ご紹介していきます。まず上から見ていただきますと、こちら、415コブラさんのバッドフェイスボンネットです。はい、続きましてグリーン内に収まっているのがトヨタセーフティセンスで、あとパノラミックビューモニターのカメラがフロントに1点で、あとこちらですね、インテリジェントクリアンスソナーのセンサーが4点ついています。はい、続きましてカスタム内容なんですが、まずヘッドライト、グリル、ドアミラー、あとドアノブですね、こちらはマットブラックで塗装させていただいています。で、あと下の方をご覧いただきますと TRD バンパー、こちらも装着済みです。はい、このお車に関してですが、4クラシックノーマル車高でさせていただいてます。続いてですが足回りを見ていきましょう。まずタイヤの方ですが、オープンカントリーですね、東洋オープンカントリー16インチとフレックスオリジナルホイールデルフ04です。はい、続きまして少しちょっと見にくいかもしれませんが、こちらですね、同じく TRD の、マットフラッグ左右前後装着済みなのと、こちらも、TRD のサイドスカートですね、装着済みです。はい、続いてリアをご紹介していきます。まず上の方を見ていただきますと、デジタルインナーミラーのカメラの方がこちらに装着済みです。映像の方は後ほどご案内します。で、リアの方ですが、こちらエンブレムですね、トヨタのエンブレムとハイエース、スーパージェル、あとリアガーニッシュ、こちらもマットブラックで施工させていただいてます。で、ちょっと前後しますが、フロントと同様にリアにもインテリジェントクリアンスソナーのセンサーが4点ついているのと、もちろんこちらですね、バックカメラ付きです。で、こちらですね、テールランプの方がフレックスオリジナルの、アルティメートテールをこちらに交換させていただいています。で、ちょっと前後しますが、こちらですね、フレックスオリジナルベッドキットでタイプ2も装着済みです。はい、内装の方をご紹介していきます。はい、こちらのお車に関しては、手動の小窓付きになります。はこんな感じです。はい、こちらですね、こちらもフレックスオリジナルパーツの、セカンドテーブル、こちら装着済みです。はい、先ほどご紹介したデジタルインナーミラーのカメラの映像がこちらに映し出されています。ちょっと後ろ壁なので見にくいかもしれませんが、映像は鮮明で綺麗です。で、ナビの方が、アルパインの11ナビ、こちら装着済みです。
で、こちらバックギアに入れていただきますと、パナノミックビューモニターの映像がこのように映し出されます。で、あとこちらのスイッチを押していただくと、バックカメラの映像のみに映し出すことができます。これはお好みで使っていただくことが可能です。で、もちろん ETC 装着です。お伝えしましたが、こちら PRB バンパー、デイライト付きになります。デイライトを点灯させると、このようになります。はい、いかがでしたでしょうか。こちらのディーゼル4駆、パールホワイトなんですが、とても人気の車種となりますので、ちょっと完売が見込まれます。少しでも気になったお客様は、フレックス2番、南の坂店